江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、圭谷さんね、間違えられちゃったんですよ。五輪開会式で歴代級の事故、北朝鮮と呼ばれた圭谷の激どっぷり、こちらの方ですね、皆さんに見ていただきたいと思いましてですね、こちら圭谷の反応ピックアップしてまいりました。それではですね、こちら圭谷で、こう報道されている記事の方をご紹介していきたいと思います。くーちゃんお願いします。世界人の祭り五輪で信じられない間違いだ。両耳を疑う状況に対する大慶民国代表チームの始まりもめちゃくちゃになった。大会の試行錯誤と見るには容認できないことだった。北京冬季五輪で C 国の蛮行に続き、パリ五輪も組織委のずさんな準備の中で気まずい思いをして始まる。26日現地時間パリのセーヌ川で行われた2024年パリ五輪開会式の選手団入場時に、同五輪大会組織委員会が圭谷を北朝鮮と紹介するというとんでもないミスが発生した。五輪128年の歴史で初めてスタジアムではなく屋外で行われた今回の開会式では、代表選手団がスタジアムに歩いて入場するのではなく船に乗ってセーヌ川を行進して入場した。この日雨が降る中で選手団を乗せた船はパリ植物園近くのオステルリッツ橋を出発し、パリの名所を通ってエッフェル塔近くのトロカデロ広場まで 6km のコースを行進した。圭谷代表選手団を乗せた船は48番目に入場した。圭谷の国名は英語ではコリアだが、フランス語では CORE で、フランス語による表記順で入場が行われた。リパブリック・オブ・コリアという旗と大きな太極旗、圭谷国旗が翻る中、旗手のウサンヒョクとキム・ソヨンをはじめとする圭谷代表選手団は観衆の大歓声に応えた。問題は、フランス語でも英語でも圭谷ではなく北朝鮮と紹介されたことだ。圭谷はフランス語では R パブリック・ポピュレーレ・ディ・モークラティク・ D ・ CORE、 英語ではデモクラティック・ピープル・ S ・リパブリック・オブ・コリアと紹介されたが、これはどちらも北朝鮮を指す言葉だ。153番目に北朝鮮が入場した時の紹介は正確な言葉だった。このため、紹介時の呼称通りなら、この日の開会式には、北朝鮮が2度入場したことになってしまった。開会式を見守った全世界のスポーツファンは、X、旧 Twitter などの SNS で、とんでもないという反応を見せている。大慶体育会は、直ちに対応策作りに乗り出した。体育会関係者は、現場では放送を正確に聞くことが難しく、状況を直ちに把握できなかったとし、現在、選手団と文化体育観光部事務官側に報告した。正式に異議申し立てや抗議が必要とみられると伝えた。圭谷は、直前の五輪である2022北京冬季五輪の開会式でも不快な議論があった。当時の開会式で C 国内の56の民族代表が登場したが、アサ専属の女性が軽服を着て出てきたのだ。これをめぐり国内政界で与野党を問わず一斉に批判声明が出たほどの大きな議論が起きた。当時開会式に軽服を着て参加した文化体育観光部のファン秘長官は、渓谷文化が全世界に広がる状況で一国に成長できなかった民族を主に指す少数民族として、アサ専属を果敢に表現したのは両国間の誤解の余地があり残念だと話した。当時野党だった国民の力も、主権国家に対する明白な文化侵達であり共にする未来という北京冬季五輪スローガンを色あせさせる無礼な行為と大会組織委員会を批判した。南北関係が冷え込んでいる状況でいきなり発生してとんでもない事故に、政府がどう対処するかが鍵となっている。政府は北朝鮮として誤って紹介したパリオリンピック組織委員会に再発防止要請とともに強い残念の意を伝えた。文化体育観光部は開会式を終えた後、資料を通じてパリオリンピック開会式で大慶民国選手団入場時国家名を北朝鮮で紹介したことに残念を表明すると明らかにした。政府は今回の事態と関連して抗議の意を明確に明らかにした。バラの分隊部第2次官は現地で国際五輪委員会 IOC トーマスバッハ委員長に面談を要請し、政府レベルでフランス側に強力な抗議意見を伝えることを外交部に要請した。チョン・アンソン選手団長も IOC とパリオリンピック組織委員会を相手に早速対応してほしいと要請した。
さらに国家五輪委員会 NOC である大会体育会も警告選手団が誤って紹介された直ちに組織委員会に再発防止を要請し、選手団長名義の公式抗議書簡を発送する予定だ。また開会式の翌日に五輪組織委員会と IOC 関係者に会って抗議意見を伝達し、再発防止を要請する計画だ。はい、ということでね、それではこちらに対して韓国の反応見ていきたいと思います。はい、それではですね、1人目こちら。フランスはこの部分を確実に謝罪すべきであり、大慶民国は政府でも文化体育部でも大慶体育会でも確実に追及すべきだ。2127-7。フランスがもともとあんなにお粗末な国だ。712-4。ウクライナをロシアと呼んだのと同じだ。厳重に正式抗議をすべきだ。412-3。フランスはヨーロッパのゴミが合っているね。412-4。フランスが原発受注を奪われてこんな風に復讐するんだな。ある地域みたいに執念深いね。117-0。ヨーロッパは確かに未開な国だ。昔の繁栄を信じて観光産業で食べているだけで、ドイツを除けば特に労働力や技術もない国々、東洋が世界の覇権を取るのが正しい。95-4。国外ではこんな途方もないことが起きているのに、国会では権力争いばかりする国会議員を見ていると本当に情けない。家の中がめちゃくちゃなのに外ではどんなだろうね。81-0。ムンジェインとイ・ジェミョンが感激して祝電を送るかもね。帝国を北朝鮮にしたくて仕方ない人たちだからどれほど嬉しいだろうか。73-8。これフランスが原発をヨーロッパ内で自分たちだけで受注しようとしたのに、帝国がチェコの原発受注をユン大統領が引き出したから、もしかしたらそのために卑怯な行動をしたのではないかと思う。フランスは左派の国だからね。61。国名一つ正しく言えないフランスの混乱を見せた事件だ。フランスの国民精神のレベルは最悪だ。56-0。恋だと思う。貿易の全ての部分でお互い競争関係だから、意図的にミスしたふりをしているフランス放送。52-1。大慶民国は存在しない。唯一、北朝鮮の金正恩の教えに従って、ユン・ソクヨル政府を弾劾しようとする。共に、民主党のイ・ジェミョン派の暴徒たちが、大慶民国を支配しているため、間違ったことではないし、これを見守る世界の人々は、驚きの反応を見せなかった。すぐにオリンピックをボイコットし、選手団を撤収させろ。恥ずかしくて生きられない。これが国か？43-4。国際社会で孤立し、一人で食事している時から分かっていた。どれだけ北朝鮮の代弁者役をしたことか。31-5。ムンジェインが力を入れた結果が今徐々に現れ始めたね。北朝鮮の代弁者をしたバカのおかげだ。31-6。フランスも左派のせいで国家が崩壊寸前です。ムスリムが600万を超えたというから難民受け入れ続けろ続けろ。イギリスのロンドン市長が白人ではなくムスリムに変わってから親しい。ムスリムが600万だから LGBT が1000万はいるだろう。26-1。怒ることもなく冷静に言えば、フランスは見る警告の認識なんだ。歴史的にフランスが我が国の友人だったことはない。ただ無視しているだけなんだよ。イギリスとは確かに違う。友好とは言えない国だ。18-0。本当に奇妙だ。入場中に国名が表示されて、その原稿によって読まれたはずなのに、なぜリパブリック・オブ・コリアという簡単な国名をあんなに長く北朝鮮と英語、フランス語で紹介したのか。これはアナウンサーのミスではなく原稿作成者のエラーだ。もっと確実に外交的に追及すべきだ。15-1。自由と人権を重視しながらも人種差別を行う。美しいが熱くて血にそうな芸術と美食の誇りの国フランスは、今や何もまともにできない後進国になったが。12-0。子供の頃はヨーロッパといえば先進国でよく暮らし概念があると思っていたけど、ただのクエックスパリに過ぎない。6-0。見かけ倒しの異物泥棒の低俗な民族。6-0。はい、というね、意見でした。それではですね、こちらに対してチャットの反応いきましょう。はい、じゃあ上の方からいきますかね。どうでした？もはや予言だろ。次のロス五輪では統一されてんじゃないの？未来の発表しちゃったんだ。かっこ笑い。北が怒る事案な気がする。かっこ笑い。ボイコットするって言ってからフランスさんやるな。まともに大規模イベの運営ができない計算に言われたくねえな。おフランスもジョークのレベル高いな。あ、予言だっけ。 K も結構やらかしてよく言えるよな。思ったけど日本を K って紹介されたら切れるわ。君らも東京の中継でやらかしてる。やろ W 言えたもんかよ。わら、怒るべきはお前らじゃなくて将軍様なんだよな。
どんだけお前ら興味持たれてないんだよ、あら。まずは国名を他国にしっかり知らせることから始めなさい。ほらほら、ボイコットするチャンスだよ。慶福、属国だったから地位のものだろ。世界中の人は言われなかったらわからんかったのに。大会組織委員会を批判するなら、慶国でオリンピック誘致はできなくなるけどいいか。ボイコットの口実作ってくれたんだから乗っかってボイコットしとけ。そこでずっこけたらいいコントになってたのに。これ大会中に何回も起きそうな予感。慶国にとって忘れられない大会になったね、わら。おフランス、そもそもボイコット言ってたよね。だから来たしか準備してないよ。じゃあ LNG 船の技術使うなよ。バッハ、なんかキャンキャン吠えてるな、W。法王のお言葉思い出しなさい。霊的に生まれ変わりなさい、と。あれれ、選手を撤収させろって、もともとボイコットするじゃなかった？なんでいるの？ねえ、なんで、なんで。どうせ時期吸収されるんだからいいじゃん。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。